ということで、今回は3種類のホットサンドクッカーの比較をしていきたいと思います。はい、ということでね、今回はホットサンドクッカー3種類用意いたしました。じゃあ一つずつ、はい、今回使うクッカーをご紹介していきたいと思います。はい、まずはじゃあ一番お安いものからいきます。エントリーナンバー1、ニトリのホットサンドクッカーでございます。価格の方が税込み1490円でございました。すっごいお得ですよね。はい、ホットサンドクッカーが1000円台で買えるっていうのはなかなかないと思います。うん、ここにねちょっと柄が入ってるような感じなんですけれども、表には柄が入ってるけど開けてみると柄がないような感じのすごくシンプルなデザインのものになっています。で、逆にするとじゃん、取れますね。取り外しができます。はい、こんな感じでフライパンみたいな感じで何かを焼いたりとかするにも使えそうな感じのものですね。取り外せた方がね、洗い物もしやすいです。結構ねベトベトしたりとか汚れが周りにこびりついちゃったりするので、離れると結構使いやすいんですよね。そしてですね、お次エントリーナンバー2、コールマンのホットサンドクッカーです。こちらはですね、お値段税込みで3908円でございました。これをね一番最初に我が家が買ったクッカーじゃないかな、うん、キャンプを始めて、だからかなり年季が入っているものになります。ガーンとすると、開きます。コールマンの方は中はこんな感じで2個に仕切られてます。で、柄が入ってますね。ではこんな感じ、中側にこのランタンのマークが入ってるので、焼くとこれはランタンのマークが出てくるんですよね。はい、後でね実際に焼いていくのでそちらでお見せしたいと思います。くる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 っとしていくとこんな感じでね取っ手が取れます。だからね他のものに比べてコンパクトに持っていけるのかなっていうふうには思いますね。はい、他のものはね取って取れないのでコールマンのものだけですね。こんな感じで取り外せます。はい、だからキャンプの時なんかねすごくコンパクトにしたいとかっていう方にはいいのかもしれませんね。はい、コールマンの方を買った時にこんな感じの収納袋が一緒についてました。そしてエントリーナンバー3、こちらはチャムスのホットサンドクッカーです。お値段が税込み5184円でございます。このチャムスのクッカーは柄が可愛くて、そう買ったのが理由なんですけれども、はい、外側にはチャムスのトレードマークのカツオドリが書いてあって、その裏側はチャムスっていう感じでね文字が書いてあります。ここもストッパーで止まっていて、開けるとこんな感じになっています。これもね焼くとマークが出てくるタイプのホットサンドクッカーですね。で、素材は全てアルミニウムでできているそうです。だからね値段が違うからって言って素材が違うとかっていうのはないらしいです。で、重さがですねこちらのニトリのホットサンドクッカーは 350g、 コールマンが 550g、 チャムスが 490g ということで、ニトリのやつが一番軽いんだよね。うん、そうですね。だから一番軽いニトリのやつと一番重いコールマンのやつ持ち比べても、あ、かなり重さ違うなって思う。あ、本当だ。それではね実際にここでホットサンドを作って比較していきたいと思います。それではスタート。はい、それでは今回ホットサンドに挟むものはこちらの卵サラダでございます。こちらのね卵サラダは作りました。作るのがねキャンプに行くときは面倒だったりするので、そういうときはねセブンイレブンの卵サラダを使ったりします。今回はね比較をしたいので全部卵サラダで作っていきます。そしてパンはこちらの6枚切りのものを使っていきます。こんな感じでね大きいスプーン山盛り2杯ぐらい乗せました。そして汁、これを3つ作ります。それではクッカーの中にパンを入れていきます。まずはニトリのクッカーですね。そのまま挟むとね結構ねこんな感じでね出てきちゃうんですね。ずれちゃうのでちょっと指で押さえながらこんな感じでキュッキュッとキュッと掴んで止めます。こんな感じです。お次はコールマン。これも挟めないね。
この方じゃねということで押さえてね挟みますね。四方八方からこのコールマンのやつは挟むときにパンが出てきます。ニトリのやつは下だけから出てきたけど、コールマンのやつは脇からも結構出てきますね。6枚切りのパン入れるとね、結構パンパンな感じになりました。はい、最後はチャムスクッカーです。このクッカーは上からそのまま閉じるだけでもある程度挟まりますね。手でねちょっと押さえればいいかなぐらいですね。ちょっとだけはみ出てるので、そこの部分だけ押さえて閉じて、こんな感じです。はい、ということでね、サンドイッチクッカーにパンを挟みました。全部卵サンドが入っておりますということでね、一番ね挟みやすいなって個人的に思ったのは、うん、チャムスのクッカーでした。まあ、お値段が高いっていうのもあるのかもしれないんですけどコールマンのやつはねかなりギュッとなるような感じなので、うん、もう四方八方からパンがはみ出てきましたね、はい、ニトリのクッカーはちょっと出てきたけどそこまでは出てこなかった、うん、よね、うん、挟みやすいわけです。挟みやすいと思います。でね、結構ね大きめなのかな、大きさが、うん、だからその脇からはみ出てこなかったのかなっていうふうにも思いました、うん、それでは早速やってみましょう。やっぱりねコールマンのやつはね重量が重い分ね、うん、パンを挟むとかなり大きくなるね、うん、今回はねマーベラスで焼いていきます。マーベラスね結構キャンプに持っていくことも多いですね、はい、ホットサンドはねすごく焦げやすいです。なので弱火で本当に弱く焼いていきます。これぐらいまで手やって、熱いかなっていうくらいねちょっと弱いと思うんですけど、そのぐらいで弱火、一般的な弱火でね、はい、お願いいたします。ということで早速焼いていきましょう。まずはニトリのクッカーの方から焼いていきます。乗せた時に手を離しても結構安定性はありますね、うん、なんかもうガチャンってなっちゃったりとか倒れたりっていうことはなさそうです。まず1回目はこのホットサンドクッカーが温まってないからちょっと時間がかかる、ね、そう若干時間かかりますね、うん、2枚目3枚目焼いていく時にはホットサンドクッカーが温まった状態なのですごく早く焼けるので、もうこんな感じでね焼いてる時にひっくり返しては見て、うん、ひっくり返してはまた見てってねちょこちょこ確認するのがポイントです。はい、あ、いい匂いしてきたよ。うん、香りしてきました。今2分ぐらい焼いてますね、はい、いい香りがしてきました。はい、おいしそうに焼き上がりました。こんな感じです。こんな感じです。はい、3種類焼き上がりました。左からニトリ、コールマン、一番右側がチャムスです。ホットサンドでこのまま食べてもいいんですけど、食べやすいように今回は半分に切っていきます。これはね、ここに線が入ってるからね切りやすいのかな。ここにもう沿って切ればいいだけってやつですね。ここがちゃんと密封されてこんな感じで2つに分かれます。だから切るときも包丁が汚れません。これはいいね、うん、2枚目切るときもすごく楽だと思います。ゆかりいつもホットサンド切るときはこんな感じで点点点点点って点を入れるような感じをイメージして包丁を入れます。でその後にぐさっと切ります。そうするとね形が崩れにくくて切れるかなっていう感じなので、いつもこんな感じで切ってます。はい、切ってみるとこんな感じ。それでは出来上がったのでいただきます。いただきます。じゃあまずはねニトリのものから食べます。はい、ということでニトリのホットサンドクッカーで食べたやつ、焼いたやつだ。いただきます。いただきます。周りがちゃんとパリパリしてて、うん、美味しく焼けてるね。クッカーの中が平らだから表面がサラサラしてる、うん、そうサラサラしててね、全体的にパリパリした感じ、うん、食べやすいね、うん、硬いところも特になくて、うん、それではコールマンの方いきたいと思います、はい、コールマンの方はねちょっと焦げやすいかなっていう感じはしました。出てる部分が焼いたところ
はねそうでもなかったんだけど、うん、若干出てたのかな、出ちゃった部分が焦げやすかったです。はい、いただきます。いただきます。これもね、パンの表面はパリパリしてるけど、うん、周りのパンの耳の部分が若干硬いかなっていう感じはする、うん、他のニトリのやつに比べると。そうだね、うん、でもサクサクしてて、うん、美味しい。美味しいね、うん、耳でもなんか硬い耳でも食べやすいというか、うんね、うん、こういう感じはする。どれも焼けば美味しいな。美味しいな。もちろんないね。うん、チャームース。いただきます。我が家はさ、あのいつも8枚切りを使ってるんだけど、6枚切りでも結構ボリュームがあって食べ応えがあるし、いいかもしれないね。美味、うんうん、しいです。どれも中身一緒だから美味しいんだよね。本当だね。そう、はい、ということで3種類焼いて食べてみました、うん、はい、まずニトリのクッカー、一番お値段がお安くて1000円台で買えます。で、使いやすかった。そうだね、すっごい使いやすかったです、うん、やっぱりニトリのものはお値段お手頃で買いやすいなっていう風には感じました。安いからね、うん、あのキャンプをやらない方とかホットサンドクッカー持ってない方とかでも結構気軽に買えるような商品なのかなと思います、はい、だからね、お値段以上ニトリさすがだなっていう感じはしました、うん、はい、そしてですね、コールマンの方はね、まずクッカーの取っ手が取れ外せるから一番コンパクトに持ち運びができるなっていう風には思いました、はい、そしてこのランタンのマーク、焼くときにね、入るランタンのマークがすごい可愛いのと、焼くときにね、こういう風な感じで2つに分かれるんですよね。だからね、すごくね、切りやすかったです。中身のものが包丁につかないかな、拭いたりとか洗ったりとか、そういう手間も省けるなっていう風に思いました。こうやって炙って食べたときに食べづらい BLT サンドとかもそうなんですけど、卵サンドもなんかベロって結構出てきたりとか、ボト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 落ちちゃったりするんだけど、そういう心配がないなっていう風に感じました。そして一番最後のチャムスのクッカーでございます。チャムスのクッカーはね、挟む時にもかなり挟みやすいなっていう風には感じました。手でちょっとだけ押さえれば挟めるなっていう感じでございましたね、はい、チャムスのマークが入ってるの、はい、これがもうめちゃくちゃ可愛いです、はい、ですね、写真撮って もうかなりね、写真映え、インスタ映え、うん、するし、すっごい可愛いです。これはね、結構自己満足の部分もあるかもしれない、可愛いさとかね、そうだね、可愛いね、うん、っていう風に思いました、はい、ホットサンドね、いろんなものを挟んでも美味しいので、皆さんぜひ作ったことない方はぜひ作ってみてはいかがでしょうか。それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思っていただけたら、グッドボタンで応援とチャンネル登録お願いします。サブチャンネルとね、インスタグラムもやっております。下の概要欄から飛べますので、チェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。